おや、お嬢ちゃんじゃないか。早速俺に会いに来てくれたのかい？嬉しいね。よし、訪ねてきてくれたお礼に何か甘いものでもご馳走しようじゃないか。ちょうど近くに馴染みの甘味どころがあるんだよ。そこは抹茶を使った菓子が絶品でね、ぜひともお嬢ちゃんに食べてもらいたいんだ。さ、こっちだよ。おや、そうかい？俺の早とちりか。これはまた恥ずかしい姿を見せてしまったね。でもそれはそれとして、甘味どころはどうだい？そうかい、残念だね。お嬢ちゃんと甘味でも食べながら仲良く語らいたかったのに。それはまた次の楽しみにしておくよ。お嬢ちゃんの都合のいい時に声をかけておくれ。待ってるよ。なんだい？石川五右衛門って、あの泥棒の？どうしてまたお嬢ちゃんがそんなことを知りたがるんだい？興味ね。ま、確かにあちこちで話題に上っているからね。ま、俺もとびきり詳しいとは言えないけど、いろいろと噂は聞いてるよ。なんでも石川五右衛門は大の甘党なんだとか。実はさっき言った甘味どころが五右衛門のお気に入りなんだそうだよ。そうそう。ねえお嬢ちゃん、やっぱり俺と一緒に行かないかい？そんなに時間は取らせないよ。五右衛門の話が聞きたいんだろ？甘いものでも食べながらどうだい？そう来なくっちゃ。よし、早速行こう。
さあお嬢ちゃん、この菓子がここの名物だよ。早速食べてごらんよ。どうしたんだい？せっかく来たってのに食べないのかい？こんなの食ったことねえぜ。本当にいくらでも食えんな。そうだろう。これがこの店の名物なんだ。うめえ。最近じゃこれを目当てに京以外からも人が来るって話だ。そりゃ景気がいいな。まったくもって羨ましい話だぜ。なんだい、兄さんは景気良くないのかい？からっきしだね。どっかに稼ぎのいい仕事でもないかな。俺腕に自信はあるから、どっかのお屋敷の用心棒なんか最高なんだけどな。用心棒ね。そういえばどこかの屋敷で結構な人数を募集していたはずだったけど。へえ、そりゃいいね。詳しく教えてくれよ。お嬢ちゃん、もしかして甘いものが苦手だったのかい？だろう？いやーよかった、そう言ってもらえて。そんなに喜んでもらえると、連れてきた甲斐もあるってものだよ。さっきは食べるのをためらってたみたいだったから、内心ハラハラしていてね。いいんだよ、お嬢ちゃんのとびきりの笑顔を拝むことができたんだからね。だからそんなに恐縮せずに、さっきみたいに笑っていてほしいな。
そうそう、お嬢ちゃんはその顔が一番いいね。さ、もっと食べていいよ。なんならおかわりをするかい？それじゃあお嬢ちゃんをもっと笑顔にさせるにはどうしたらいいかな。そうだ、俺がお嬢ちゃんに食べさせてあげるってのはどうだい？冗談だよ。お嬢ちゃんがしてほしいって言うなら俺は大歓迎だけどね。で、お嬢ちゃんは一体どこから来たんだい？いや、あまり今日の街に慣れてないみたいだし、どこの子なのかなって。それは？なるほどね、確かにそうだ。じゃあまずは俺のことをお嬢ちゃんによく知ってもらうことから始めないとね。そんなことよりってひどいね、お嬢ちゃん。俺、そこまで五右衛門のこと詳しいわけじゃないんだけどね。言っただろ？とびきり詳しいってわけじゃないって。噂話程度だよ。なんでそこまで知りたいのかね。ま、せっかくここまで来たんだ。甘味を味わいながらゆるりと行こうよ。じゃあお嬢ちゃん、また一緒に遊びに行こうね。